ません。自己紹介の方お願いします。お名前を教えていただけますか。誰か濃いよ。筒井美優です。筒井美優さんです。はい。生年月日を教えてください。はい。2000年の11月15日生まれ。で年は20歳ということで。はい。そうです。はい。濃い持ってた。あ、持ってない。出身地はどちらですか。出身東京です。東京ですか。はい。これは出身校も東京の。はい、あ、そうです。ちなみにどこの高校？高校は駒場学園です。駒場学園だったんですか。はい、結構あれですね、駒場学園ってゴルフ部強いですもんね。あ、そうですね。つい、うん、さんって他人からどんな人ってよく言われますかね。はい、よく笑うねって言われます。よく笑う。どうせもう笑顔が素敵ですもんね。ちなみにゴルフを始めたきっかけとかって何ですかね。はい、ちなみに、ね、始めた年齢とか教えていただければ。小学生の頃なんですけど。はい。で、姉の影響です、完全に。あ、そうなんですか。はい、お姉ちゃんの練習場についていってる時にもうハマっちゃいました。プロを目指そうと思ったのはなんかいつなんですかね。なんかきっかけとかってあったんですか。の頃に試合出てたんですけど、はい、あ、はいはいはい、そこでやっぱ自分とのこう桁違いの人のプレーを見るので、それでなんか刺激されてなりたいなって思いました。あれですか、結構負けず嫌いの部分とかって あります、ね、あったりしますかね。はい、結構負けず嫌いですよね、やっぱ。好きなゴルフ場とかってあるんですか。好きなゴルフ場は五日市カントリーです。五日市カントリー、はい、あー、なんかちなみにその理由とかってありますか。初めて自分がアンダー出した場所なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。だから筒井さんの強みを教えていただけますかね。はい、プレースタイルというか。プレースタイルは、まあ、私そんなに曲がらないので、はい、結構なんだろう、安全に行くタイプ。じゃあ、あんま攻めとかそういう結構グイグイ行くタイプではあんまりないって感じですね。ちょっと行きたいなと最近思ってます。あ、本当ですか。ちょっとプレースタイルの変更を考えてるらしいです。はい、すいません、今後の目標とか教えていただけますか。今後の目標、一番近い目標だと、はい、プロテスト合格ですね。とりあえずもうそこを向かってですよね。はい、頑張ります。はい、最後にはい、YouTube を見ている方に一言お願いします。はい、はじめまして、筒井美優です。これからどんどん頑張っていきますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、すいません、ありがとうございました。はい、ました。すいません。